とはこの材料を。いい塩梅じゃな。どれ、少し力を貸してやろうかの。お、これなら。頑張ってるね、ロクシス。バナと契約してますますやる気が出たみたい。もともと勉強家でしたから、ロクシス先輩。うん、だがつまらんな。ん？奴もそろそろ次のステップに進むべき時だろう、マーヴェイン。そこで僕に振られても。おい、ロクシス。そんな大声を出さなくても聞こえますよ。ウェインと協力調合をしてみろ。え、協力調合？協力調合だと。おお、そういえばまだ二人はできなかったよね。私はできるよ。私もです。私も。ムーペもできる。ムーペもできるのか。貴様たちが真の仲良しさんになるためには避けて通れぬ道だ。さ、はあ、僕は構いませんけど。バカバカしい。協力調合などせずとも。おや、やらぬのかい？それはわらわとの約束を破るということに。待ってくれ。やればいいんだろ。うまく私に合わせろよ。頑張るよ。あれ？おやおや。まあまあ。おい、私に合わせろと言っただろ。僕はちゃんと。おかしいな。もう一度だ。次はしっかりやれ。うん。なんで？ははあ、所詮はその程度か。メイン、私の足を引っ張るな。そんな、僕はいつも通りに。おや、喧嘩か？わらわは仲良しの二人が見たいのじゃが。なあ、いや、これは。くそ。まあ待て、今一度チャンスを与えてやってはくれんかな。ほう、何か考えがありそうじゃな。六必要。マル秘協力調合のすべてという書物を知っているか。聞いたこともありませんが。マナ遺跡の奥に眠ると言われる伝説の書物だ。個人曰く、そこには数百年の研究にわたる協力調合の秘伝が記されているという。ムーンちゃん、さすがにそれはうさんくさすぎます。もう、そのような書物があるのかい？うん、これぞまさに神のおぼし召し。これは早速探しに行くべきじゃ。無論、お主を共にね。僕も？お主らが行かず、誰が行くというのじゃ。そんな怪しいものに頼らずとも。協力調合もできぬのでは、仲良しさんとは呼べぬしの。わらわも身の振り方を考えさせて。またそういうこと。わかりました。行けばいいんでしょう。行けば。物分かりの良い宿主で助かるの。行くぞ、メイ。先輩、本当にあるんですよね。俺様が嘘をついたことがあるか。わかりました、行ってきます。
当にあったらラッキーだし。それもあるが、お前と二人というのがな。嬉しくて仕方ないんじゃろ。その通りですよ。いかにも昨日置いたという感じだな。しかもただの教科書じゃないか。でもほら、表紙にマル秘協力調合のすべてって書いてある。思いっきり手書きの文字でな。人を騙すな。もう少し工夫して。まあ読んでみたらどうじゃ。意外と新しい発見があるやもしれんぜ。そんなことあるわけないですよ。どれどれ。協力調合とは、二人の錬金術師で行う調合です。二人の息を合わせるのが大切です。中身もそのまんま。一年生の教科書じゃないか。協力調合は一人でやろうとしてもうまくいきません。相手の邪魔をしないように、相手を助けるように、思いやりの心を持ちましょう。これらのことを心がければ、協力調合は決して難しいことではありません。さらに、協力する二人の腕が上がれば、無限の可能性を。もういいだろう。そうだね。当たり前のことしか書いてないし、これ以上読んでも。本当に当たり前のことだな。基本のはずなのに、たったこれだけのことが。え、何？何でもない。アトリエに戻るぞ。え、でもまだ。いらぬ心配じゃ。次はうまくいくじゃろう。はあ。ではないか。守備はどうだ。どうもこうもただの教科書しか。メイ、もう一度やるぞ。え、うん。さっきはここ
こで失敗したんだよね。大丈夫だ、私を信用しろ。できた。たったこれだけのことか。こんなこともできなかったとはな。見事だ、マル秘協力調合の全ては役に立ったようだな。おかげさまで。一応礼は言っておきます。照れてる顔もまた新鮮じゃの。誰が照れてなど。お主のおかげで良いものが見れた。なかなかの作詞をの。褒め言葉として受け取っておこう。なんだかよくわからないけど、まあいいかな。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。これ作っておいたわよ。見ろ、上々の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。